川端です。よろしくお願いします。今回はこの図形においてここの長さ X を求めなさいという問題です。この問題は補助線がね、ポイントとなる問題となるわけなんですけれども、まあ、ここのね、ちょっと直角に注目します。で、私がよくね、角出しって呼んでるものがあって、このね、BD をちょっと伸ばすんですね。この直線 BD をビーって伸ばして、このように補助線を引きます。まあ、ここね、角出した直角三角形が生まれるわけなんですね。で、ここに補助線引っ張った狙いとしてはですね、ここが直角なので、これ、ここの場所をですね、ちょっと E とすると、これ AE が直径となってるという具合に考えることができますね。AE が直径でこう90度。なので、このね、今4分の1の円ですけど、これ半円にしてしまって、B という。半円にしてしまって、ここはちょうどあると。こういう状況だということがわかるわけです。で、そうすると、まあ、ここに直角三角形あるので、この直角三角形に注目するわけなんですけれども、ここでもう一本ちょっと補助線引っ張ります。今、BD と AB の長さが分かってるので、ここ7、ここ24。そうすると、AB を補助線引っ張れば、三角形 BDA で三平方の定理を使えるなというふうに考えるわけですね。そうすると AD の長さですが、AD の2乗、三平方の定理より7の2乗を足す24の2乗。で、7の2乗が49で、24の2乗がですね、これを計算すると、576ということで、で576足す49が、これ計算すると625という具合に出ます。で、625ですけれども、これ2乗して625になる数は、実は25がそうですね。まあ、素因数分解等してあげてもいいんですけどもね、25×25 はですね、625になります。まあ、私はね、まあ、覚えてるんですけども、確かに625になってますね。ということで、AD の長さが、25というぐらいで言ってますね。まあ、私が今覚えてるというのは、実はこれ3辺の整数の比で、7、24、25っていうのがあります。ということをね、私も覚えてるので、まあ、実はこういうふうに計算しましたけど、まあ、この3辺の比を覚えていれば、まあ、計算しなくても25というぐらいにね、出せるということですね。で、ここで今 AB が25ですけれども、この ED の長さ、これも25という具合になりますね。なぜならば、この三角形 OAD と三角形 ODE がですね、まあ合同になるからですね。まあ半径が等しくて、OA と OE の半径が等しくて、ここ共通ですね。で、90度。二組の辺とその間の角がそれらしいから、この、こことここのね、二つの三角形が合同になります。まあ、左右対称ってね、見ればわかるかなと思うんですけど、ここが25だったら、ここも25という具合になるわけですね。そしたらですね、あとは何を使うかと言われたらですね、相似なんですね。どこの相似に注目するかっていうと、ここの角丸にします。で、ここの角を×とします。そうすると、丸と×足したら90度になりますね。で、三角形 AEB、これ直角三角形で、ここ90度で、ここ丸だから、ここ×になりますよね。ということで、丸×90度の三角形 EDO と、丸×90度の三角形 EAB、これが、相似になりますので、で、これを使ってあげればいいということになります。そうすると、この AB と BE の比ですね。これが24対32。ね、7たす25で32。で、これは、8で割ると3対4になります。ということで、ここが比が3対4と出るわけですね。そうすると、これもですね、覚えておいた方がいいんですけども、3辺の長さですね。直角三角形で、斜辺以外の辺が3、4だったらこれ5になりますね。まあ、試しにやってみますが、3の2乗と4の2乗イコール、ね、ここを X とする。X としない方がいいか。ここを Y とするならば、3の2乗足す4の2乗イコール Y の2乗で。3の2乗が9、4の2乗が16、9足す16で25、Y の2乗イコール25。よって Y イコール5ということで、3、4、5の直角三角形ですね。
なのでここは3対4対5の直角三角形になるよと。ってことはこれ今この EDO と EAB ね、相似になりますから、こっちがね、3対4対5ならば、こっちの直角三角形だって3対4対5になるわけですね。で一番ね、この直角三角形で一番短い辺が90度から×行く比、ここが3になってますから、この直角三角形においても、90度から×行くとこが比が3になるわけです。で、ここが4で斜辺が5というぐらいになります。ということで今求めたいこの X は、25×5×3、5分の3倍すればいいということで、 25×5×3、これを計算して、15という具合に答えが出るというわけです。ということでね、まあ補助線ですね、ここに角を出してあげようと。そうするとここのね、円ということに気づいたりして、で、あとは、ここ7と24出てくるのがここ25、そうすると対称性でここも25と、あとは相似に注目して解けるということで、あとはね、3辺が整数の比ですね、ぜひですね、この3対4対5ちょっと覚えておいてほしいね、受験生に覚えておいてほしい比を言っておくと、3対4対5、5対12対13、8対15対17、7対24対25、まあこれぐらいはね、ちょっとね、難関高校受けようと思ってんだったらね、ぜひ、知っておいてほしい直角三角形の3辺の比となってますので、知っていれば、ね、7、24、25、3、4、5とパパパパパッと解くことができるよということです。わかったかな？以上で解説を終わります。では。